死の塊みたいなもの。死んだ人の中にあるソフトボールみたいみたいにメスで切り開いてみたいみたいの中がどうなっているか周りはぐにゃぐにゃ内側へ向かうほど順序や論理を乱す何かが君だけのことなんだ。あなたはここにいてはいけない。ここから先へ進むとあなたはもう後に戻れない。夜になると寒さは体に突き刺さってきました。眺めた。リボンと一緒に松屋デパートの包装紙も捨てられていた。包装紙の下にはクリスチャン・ディオールのマークのついた箱。僕はその箱を持って洗面所に行き、久美子の化粧品入れを開けてみた。そもそも君と久美子の結婚には私は賛成じゃなかった。あなたはその気になれば僕のことを叩き潰すくらい朝飯前だと思っているけれども、物事はそれほど簡単ではないですよ。その真っ暗闇の中で自分が死ぬことについていろいろと考えてみた。